中村六三郎明治40年は長崎出身の教育者である三菱商船学校初代校長日本会員駅再開創立に参与した長崎西浜町五副保の藤井田平と妻の部の次男として生まれる六三郎はイボ兄孔の親が中村家の養子となっていたので藤井家の父母の没後六三郎は兄の子として中村家に引き取られた 13歳の時である。六三郎は、15歳にして、高島朝五郎及び九少時太郎の門に入って、オランダ法術を学んだ。17歳にして、長崎奉行所の命により乱人教師、ハントロイエンについて法術の火技を収めると、21歳で、山本春美に関石と武術を学び、23歳で、高島流法術家。 中島なざえもに従って、長渡国の萩に赴き、同国藩士に、宝術加工の諸術を伝えた。二十四歳で帰先して、英語、学習。二十五歳で、再び奉行所命によって、在白の英国軍艦にいたり、海軍傭兵の一般を修行した。二十六歳で、兵学師藩役、久松忠四郎の塾頭として、札、土、越、筑生など諸藩士に、 英式砲術を授け、二十七歳で、長崎界隈の農兵をもって編成せる砲隊の指揮を取る。幕府が瓦解し、明治元年三月、部下の諸兵を置く長崎中屯の官軍に交付し、同志数名と江戸へ出て、先に長崎において、地軍を受けし、かつ改修に頼る。八月、徳川義信に随いて、寸布場外の割付をなし、十一月のまずに移住する。 明治2年東京に上り、赤松時永の塾に入塾。算数、測量を修業し、3年大学中特行政より累進し、8年、広島市販学校校長となる。時に、前島ひそかは、郵便機船、三菱会社に補助金を給付して、商船学校を創立させ、11月に、六三郎を進めて外交の主管とした。 明治15年、関立東京商船学校長に任じ、5、大阪、函館商船学校領分校長を兼職接種ことがある。明治27年11月に実、六三郎が、日本海運駅再開の創立に参与した。明治40年9月、脳一血で死亡。去年67、中村氏は、大村団子上の家系で、以前東園義軍大村の出身である。 六三郎の妻宮は、福岡で没したが、おそらく長女文が、大森治豊のの元にとついでいたので、そこを頼って、六三郎の死後約一年間を過ごしたのであろう。六三郎は、沼津連光寺に埋葬された。長崎市内の諏訪公園に検証費がある。千文は、前島ひそかで、明治42年10月24日に、除幕式が行われた。 子孫は、長崎市に在住小学期間養蜂場中、下、黒く平成23年11月、第25回長崎ウーマンズウォークラリーに初登場。ありがとうございます。